ほぼ不労所得で12,918円稼ぎました <noise> ご視聴いただきありがとうございますハチノでございます今回はノットコインですねこちらについてコメントでね、えー、リクエストいただきましたので 回答していいいきたいと思いますノットコインの引き出し方が分かりません。バイビットに送金したいのですが、分かれば教えてほしいですということでですね、今回はですね、こちらですね、まず出金方法を解説しますと、その後ですね、バイビットに送金するやり方、詳しく解説します。で、送金するときにですね、ガス代ですね、ガス代としてトンが必要なので、このトンを、まあ、バイビットで購入して、えー、テレグラムのウォレットに送金するところまでを 解説しますであとですね、このトーン、テレグラム同士で送ることもできますので、そのやり方をねついでに解説していきます。で、最後ですね、トーンウォレットの中でスワップするやり方ね、ね解説していきます。この5つについてね、詳しくそれぞれ解説していきたいと思います。それではね、まずは出勤方法からですね。はいでまず、ノットコインのアプリですね。今 テレグラム開くとクレイムというねボタン出てると思いますのでこちらでクレイムと押してください、はい、そうするとノットコインのねポットアプリ立ち上げますかと出てくれますのでローンチと押していただいてそうするとね皆さんこういう画面になってるんじゃないかと思います稼いだノットコインがあってでここにですね矢印ボタンありますのでこの矢印を押すと ねえー、ステーキングしますか、それとも出金しますかということで、今回は、ね、出金のやり方なので、こっちの上の方を選んでくださいで。選んでオレンジ色の枠つきましたら、コンティニューと押していただいて、はい、そうするとこういう画面になりますので、ねえー、コンファームセンドというところを押してくださいはい。 そうしましたらですね、こんな感じで、ウォレットね、選択画面出てきますので、このウォレットね、ねトーンスペースウォレット選択していただいて、で、えー、コンティニューですかね、押していただいて、で、OK とはいいうところをしてください。で、画面戻りまして、ここが0になっていたら、送金。 出勤手続き完了とということになりますでちなみにですねトーンスペースウォレット自体まだ作ってないよという方はですね前回のこちらのねサムネイルの動画を見ていただいてまずはウォレット作っていただいてそれから手続きしていただければと思います。 でそうしましたらですね、一応24時間って書いてあったんですけども、ちょっとね、私はね、24時間以上かかりました。1日半くらいかかってね、ね届いてましたので,で、届いたかどうか確認するのに、またね、テレグラム立ち上げていただいて、このテレグラムのこのウォレットのアイコンですね、見つけてください。で、こちらタップしていただくと、左下にウォレットのね、 メニューありますので、こちらを押していただいて、そうすると、ウォレットが開くと思います。はい。で、ここに、トーンスペース、ね、送った、えー、トーンコインですね。ノットコインが、このトーンスペースのウォレットの中にありますので、届いてますので、確認していきたいと思います。はい、こちらを押していただいて、はい。そうするとね、ここに、ノットコインって出ていて、はい。ね、ちゃんと82ドルということで、届いてましたと。 はい、このノットコイン開くと、ノットコインのこの残高ですね、ノットコインが14,691ノットコインね、はい、届きましたということです。じゃあですね、この届いたノットコインを、まあ、バイビットに送金したいということなので、バイビットに送金する方法ね、これから解説していきます、ね。バイビットに送金する方法ということで、まあ、さっきと同じようにね、えー、テレグラムメニューから、 ウォレットアプリ開いていただいて、メニューからウォレット開いていただいてで、トーンスペースウォレット開いていただいて、はい。で、ノットコイン選んで、ここですね、ここからですね、はい、ノットコイン、今14,691ありますので、これを、はい、センドで送りますと。で、今回、バイビットに送るということなので、こちらの下ですね、えー、エクスターナルウォレットというところを選んでください。 はいそうしましたらですね、こちらにね、アドレスを入力していくんですけれども、じゃあね、バイビットのアプリ開いてね、ねバイビットのアドレスを確認しましょう。はいまずね、この資産というところから、入金というところを押していただいて、はいそうしましたらね、いろいろ入金方法あるんですけど、一番下ですね、暗号通貨で入金するというところを押してください。 はいで検索窓出てきますので検索窓にね Not と入力してくださいはいそうするとね候補現れてきますのでこのノットコイン選んでいただきますとはいそうしましたらねチェーンタイプを選択してくださいということでいろいろなチェーンがあれば選択できるんですけども今回ねノットコインはトンチェーンでしか送れないので選択ねトンしか選べないと思いますのでトーンを選んでくださいはい でそうしましたらね、確認画面ですね、注意書きありますので、not 入金アドレスと not 入金メモタグの両方をお使いくださいということでね、OK と押しますと。で、まずですね、アドレスですね、アドレスはここに表示されているアドレスをまあ、コピーしてこちらに貼り付けてくださいと。はい。でそうしましたらですね、えっ、ー、と、金額ですね、今回全額 送金したいいと思いますので、私の場合は 14, ですすね入力しますとで送ろうと思ったらですね、ここにアラームが出てまして、ガス代としてトンが必要ですよということで、私ね、こちらのウォレットにトンが入ってなかったので、送ることができませんでした。なので、まずはですね、ガス代としてトンですね、トントークンをこのウォレットに送る必要がありますということなので、 トンを買って送金するやり方ですね。解説していきますと。はい。で、まずまた、ウォレット開いていただいて、はい。で、ここ、トンですね。トンスペースウォレット開いて、はい。で、トンコインですね。はい。今回はトンコイン。さっきはノットコインなんですけど、今回はガス代なので、トンコインですね。トンコインを選んでいただいて、で、ここですね。デポジットというところを押しますと、はい。そうすると、ね。このテレグラムウォレットのトン、 ネットワークのトーンウォレットのアドレス出てきますので、こちらコピーしておいてください。で、コピーしたらですね、はい、こちらですね、またバイビットの方行きまして、で、バイビットのね、えー、ホーム画面で一番上に検索窓ありますので、こちらにトンと入力してください。ね、カスイなのでトンを購入します。で、そうするとトンと USDT とかいくつかペアが出てきますので、ね、持っている通貨でトンを購入しましょうということで、あとはね、 いた取引かかなんかで、はい、トーン買いましたらですね今度はねバイビットの方からテレグラムウォレットの方に送金しますので先ほどコピーしたこのアドレスですねはい貼り付けてでネットワークはトーンのままで問題ないのでトーンを選んでくださいとはいで今回ですね、えー、テレグラムウォレットに送金するのでメモタグは必要ないのでここはね 空欄のままであとは金額ですね入力していただいて、はい、で出勤ボタンを押して出勤してくださいと、はい、で確認画面出ますのではい押していただいて、はい、出勤依頼を提出で OK と、はい、そうするとねちゃんとこう出勤完了の画面出ましたらウォレットの方で確認していただければと思います、はい、そしてですねトン なんですけれどもテレグラム同士でこう送り合うことができるので、これね、ぜひあの覚えておくと便利だなと思って、このやり方もねついでに解説していきたいと思います。はいまずですね、テレグラム、送る側と受け取る側、2つね、えー、準備してくださいと。でまず送る側のね、えー、テレグラムウォレットですけれども、私ね、このね蜂の帽子をかぶったこのアイコンのウォレットですね、こちらから、はい 選んでいただいて、トンですね、トンを送りますと、鮮度を押していただいてで、さっきはね、バイビットに送るので、エクスターナルウォレットを選択したんですけど、今回はテレグラム同士で送り合うので、YourTelegramContact というところを押してください。はいそうするとね、テレグラムに登録してある、ね、人たちのリストが出てきますので、送りたい相手ですね。私はこちらのの、えー、の方の iPhone か、iPhone の方の、えー、テレグラムウォレットの方に送りたいと思います。はい、で、こちらね、えー、数字が出ますので、送りたい金額ですね。で、今回ちょっと本当に届くか不安だったので、まあ、最小のね、0.1をまずはお試しで送ろうということで、0.1を入力して、Continue と押しますと、はい。で、確認画面出てきますので、確認と押してください。 はい、そうしますと、ですねこれ、送る側のテレグラムなんですけれども、テレグラムのこのね、相手とのこの会話の、ね、中に、こんな感じで、ね、送りましたよっていうメッセージが追加されましたと、で今度、受け取る側の方のテレグラムで開くと、同じようにね、はい、送りましたよっていう通知が届いているので、受け取る側のではで、はい、GoToWaret というところを押してくださいはい。 そうすると0.1届きましたよということでね、このポップアップ出ますので、ここでアクセプトというボタンありますので、こちらを押してください。このアクセプトを、えー、確かね、1週間以内だったかなに押さないとあの、送った人に戻されちゃうそうなので、必ずね、受け取った時はアクセプトと押してください。はい、でアクセプトを押しますと、ね画面開いて、で、トーンコインところ、で、ここね、 あの空欄なので、あれ本当に届いたのかなと思うんですけれども、トーンコインのボタンを押して、開くとね、プラス0.1届きましたよって出ますので、ここでバックすると、今度はね、正常にはいトーンコイン換算で0.63ドル届きましたよということで、もう一回押すと、ね、0.1届いてますと、今日届きましたということで見れますので、これでねえートーンを手数料で使うための トンコインをねこちらのウォレットに貯めてくださいでちなみにですねバイビットとかに送るときに0.1トンだと,、えー、と足りないってアラームが出るのでまあ余裕を持ってね今回私は0.89トンとかね送りましたので、ねえー、と手数料は余裕を持った金額ねまあ1トンくらいあれば十分だと思いますけれども0.1だとねあのギリギリ足りなかったりするのでね 1>, 1トンくらいは入れておくといいんじゃないかと思います。はい。じゃあね、さっき途中でしたけれども、バイビットに送金する方法の続きになります。はい。さっきですね、こちらの画面ではい止まっていたと思うんですけれども、まずね、えー、0ノットなので、はい金額をね、ね送る金額を入力しますと、14,691ノット送金しますよと。で、ここで Continue って押すと、こういうね、確認画面出てきますので、で、 取引所に送る場合にはメモが必要になりますので、ここですね、えー、コメントタグオアメモっていうところ、こちらに、えー、取引所からのメモを入力する必要がありますと。はいで、バイビットのこのね、えー、入金画面に、ここにタグが出てますので、こちらをねコピーペーしていただいて貼り付けて、ね、アドレスとこのタグをアドレスとタグを確認していただいた上で、はい コンファームセントということで送っていただければ、ね、取引所の方に届くと思いますので取引所の方であとはね売買するなりしていただければと思いますはいそして最後にですねあのわざわざ取引所に送らなくてもウォレットの中であのスワップできますのでその機能もね解説していきたいと思いますはいまずはですねテレグラムウォレット開いていただいてノットコイン選んでいただいてはい こちらですねでここの右側にスワップというボタンありますのでこれスワップをしてくださいとはいそうしますとねいくらスワップしますかということでまあ例えばマックスだったらマックスボタンを押していただくとマックスの金額反映されますのでその後で、えー、ノットコインから何のコインに交換しますということでチューズトークンとありますのでこちらからまあ例えば トンとかあとは USDT とかもありますので、お好きな、ね、交換するコインを選んでいただいて、はい、そうすると、ね、14,691ノットコインは、えー、トンだったら11トンになりますよということで、これで問題なければ、ね、このレビューオーダーというところを押していただければ、はい、スワップができるということになります。はい、こんな感じでね、えー、受け取ったノットコインですね。 他の暗号通貨に交換していいただければと思いますはい、そしてですね、もう一つ、ね、YouTube のコメント欄にご質問があったんですけれども、これですね、ノットコイン、これ稼ぎましたということでご質問いただいたので、ね、こちらに回答していただきたいと思いますけれども、このね、不ー所得、この bot を使うと不ー所得ですよということで動画を撮ったのが、今年の1月ですね、それからまあ今、 5月ということで、約4ヶ月経って、4ヶ月後どうなったかというと、はい、私の場合は、まあ結論から言うと、12,918円稼げましたということですね。で、この bot を使うことで、本当にね、ほぼ不労所得、まあ一応毎日アプリ立ち上げて bot、bot が確か12時間で切れるのかな、なので12時間ごとにね、アプリ立ち上げて、再起動しなきゃいけないんですけれども、それでもね、本当に、 あの楽にね、稼げましたと、ほとんど私ね、こっち、あのスマホ2つ持ってるんですけど、iPhone と Android を2つでやってましてで、Android はね、皆さんに紹介したりとかで、紹介報酬とか入ってきたりするんですけども、こちらの iPhone の方は、ほとんどこの、Bot で貯めたトークン、金額ですね。なので、タップもほとんどやってないですし、もう本当に12時間ごとに Bot で回収しただけで、まあ4ヶ月でね、 1万二千九百円稼げたということなので、まあ結構ね。えー、このノットコインのアプリは当たりだったんじゃないかと思います。はい。で、一応ね、コインマーケットキャップのチャートを表示してますけれども。まあ、やっぱりね、上場した時が一番大きくて、その後ずる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 下がってきてますと。ね、ただですね、まあ、もしなんですけれども、このね、ピークで。 売却できていたら、まあ、大体2万8000円くらい稼げたのかなと、ねまあ、なかなかピークで売ることは難しいので、ねえー、さっきの金額だと1万2900円、1万3000円くらいですかね、はい、私は稼げたので、まあね。 結構マイニングアプリ当たり外れはあるものの当たればまあこれくらいの金額は稼げるということでねはいなのでまあがっつり稼ぐっていうよりはまあ楽しんでねあのちょこちょこやってたらまあこれくらいの金額お小遣い程度ですけれども稼ぎましたとで無料でこの稼いだ金額でまたね暗号通貨に再投資していただいて増やしていただければまあリスクなくね投資ができるのかなと思いますので、まあ、参考にしていただければと思います はいでそれ以外にもね、最近テレグラムアプリたくさん出てますので、簡単にね、解説していきますけれども、これ、ノットコインと同じようにね、毎日タップしてトークンを貯めていくタップコインですね、こちらも合わせてやっていただければと思います。詳しい遊び方についてはね、こちらの動画で解説してますので、参考にしてください。はい、こちらも同じですね、タップしてコインを稼ぐね、 ハムスターコンバットと、まあ、やり方はほとんど同じ,同じなので、タップコインと合わせてやっていただければと思います。詳しい、ね、解説をこちらの動画で解説してますので、参考にしてください。はい、で一応ね、ノットコインの後継だと言われてるなんか 全く同じ会社なのかどうかもちょっとわかんないんですけどもね、ノットに対してイエスということで、はい、イエスコインというのがありますので、こちらもね、合わせてやっていただければと思います。はい、詳しい登録方法、遊び方についてはこちらの動画で解説してますので、参考にしてください、はいで。最後ですね、ちょっとタップするのとは違うんですけども、ポケットファイということで、こちらね、6時間ごとに クレームボタンを押して回収することでポイントが、ね、どん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 たまっていってでこれもねいずれはね暗号通貨として交換できるんじゃないかと思いますので合わせてねテレグラムアプリやっていただければと思いますはいこちらがね解説動画になりますので参考にしていただければと思いますいつも動画をご視聴いただきありがとうございます今回の動画が良かったよためになったよ役に立ったよという方はいいねボタンをお願いします またこのチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いします。